フィオル。まだ踏ん切りがつかねえか。ディクソンさん。ダンバンから聞いたぜ。お前の旅の目的、最初はフィオルンの敵討ちだったんだろ。はい。だがフィオルンは生きていた。そして取り戻した。めでたくこれで目的は果たしたってわけだろ。ディクソンさんは何のために戦ってるんです？俺か？俺はただ気に入らないだけよ、エギルってやつがな。ホムスを滅ぼそうとするからですか？まあそれもある。だがな、巨神への恨みを、言ってみりゃ巨神の下っ端である俺たちで晴らそうって根性が気に入らねえ。一つ教えておいてやろう。巨神界の連合軍、ありゃ意外と早くまとまりそうだぞ。本当ですか？ああ、ハイエンターの王子様が頑張ってるからな。やっぱり鬼神界へ攻め込むんですか？もちろんだ。だが王子様にはもう一つ目論みがあるみたいだぜ。お前に伝言を預かってる。連合軍が鬼神界に攻め込むとき、参戦する必要はなし。むしろ敵軍の混乱に乗じて本懐を遂げられたし。だとよ。カリアン殿下が。綺麗な顔の割に肝は座ってるな、ありゃ。正直その言葉を聞いた時は驚いた。ええ、殿下はそういう人なんだと思います。でどうすると？聞いたわけだ。鬼神界帝都へ行きます。エギルを倒すか？わかりません。今まで鬼神兵がしてきたことは許せないけど、でもミゴールさんの話を聞いてたら、倒す以外の道もあるような気がしてきたんです。甘いな。やっぱりそう思います？ああ、相手は鬼神界名士を標榜するような野郎だ。聞いたぜ、お前のモナド、奴の前で力がそがれたって言うじゃねえか。そんなんで向かっていっても勝ち目が薄いってのに。その上迷いがあったら死ぬぞ。シュークは死なせない、私たちが。フィオルン、いいのかい、歩き回って。うん、リナーダさんの治療技術は確かなものよ。機械だけでなく私たちの体のことも熟知しているなんて驚きだわ。治療に必要なもの取りに行ってくれてたんでしょ？ごめんね、いろいろと心配かけちゃって。でももう大丈夫。これからは私がシュルクを守ってあげる。迷ったとしても、それで苦しんだとしても、それがシュルクなんです。勝ち目が薄いからってシュルクがシュルクでなくなっちゃうくらいなら。それにシュルクがこういうやつだからほっとけないってやつが集まるのさ。それもまた一つの強さの形だ。そうは思わんか？まあお前らがこれまでやってきたことを考えれば否定はできんな。ディクソンさん、僕たちは鬼神界帝都へ向かいます。だから連合軍の方は。ああ任せておけ。俺はこれでも自分の故郷は大事に思ってる。鬼神兵にこれ以上好きにはさせんよ。行くのか？はい、いろいろお世話になりました。
もし鬼神会帝都でバネアというものに会ったら、わしの名前を出すといい。力を貸してくれるかもしれんぞ。バネア、その人もマシーナなんですか？わしの娘だよ。エギルの近くにいるはずだ。待てよ、ってことはつまりエギルの妹？そうなるわな。なのに僕たちに力を？あの子はむしろエギルに非道なことをさせたくない、止めたいと思っておる。きっとあんたたちの力になれるはずだ。そんな人が。わかりました、なんとか会ってみたいと思います。頼んだよ。フィオル、忘れるんじゃないよ。あなたの体には応急処置を施しただけ。十分に戦えるようになったと思うけど、無理をしすぎないこと。調子が悪くなったら私のところへ来なさい。はい、ありがとうございます。それまでにあなたの元の体を取り戻す方法を考えてみる。そんなことが？原理的には遺伝情報から欠損した部位を再生すれば。いえ、希望を持たせるのは酷ね。正直まだ希望はほとんどない。だけどわずかな可能性でもそれを追求してみようと思う。はい、お願いします。フィオルン。そんな顔しないで。さあ行こう。大したもんだぜ。そのモナドでどこまでやれるのか期待してるぜ、シルク。